こんにちは。こんにちは。今回はチーズシリーズですね。はい。ラクレットチーズ。うん。ラクレットチーズを何かにかけて食べるっていうものなんですが、なるほど。こちらフライヤーがございます。何かを作るのにフライヤーを作ります。その何かというと餃子というものを作ります。はい。じゃあまず餃子からですね。揚げ餃子にぶっかけて食べようかなと思って。ああ、なるほどね。まあそうじゃない。これ作ったことないんだよね。あ、だからこいつがあるわけね。そう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 。なるほどなるほど。揚げ餃子って普通の皮で揚げて大丈夫です。うん、大丈夫と思う。で、これら類を全部みじん切りにして、はい、豚肉と混ぜていきます。はい、はい、じゃん。やった。え、なんすか。おしえニンニクの中身、またニンニクのパッと。マジで、ね、なんこれ。***の中に ***みたいな感じになってる。デレン、今回はニンニク控えめでいきますかね。オッケーです。一かけらでいいかな。うん、ね、ちょっとお出かけティングは使うからちょっと。味付けわかる？大体わかりますよね。おいち。あ、間違えんよりね。誰か間違えたもんね。わかるわかる。塩素とは間違えたもん。鍋にしましょう。で、普通の胡椒。キャベツたっぷりの方がうまいっすよね。ああ、てかこの量の肉だからまだいるな、全然。で、鶏ガラスープを入れます。はい。粗挽き胡椒、胡椒、塩、鶏ガラスープ。はい、よし。そろそろね、このティファールさんね、もうそろそろ来るんじゃないですか。ティファールさん、この包丁もティファールでしょ。ティファール、ティファールですね。はい、いいね。もう片栗がひどくてね。ネギ刻んでいきます。はい、ほんのちょっとだけ。やっぱミンチュー入れようかな。うん、ミンチュー、こんくらいいいね。おお、いかんじゃないですか。もうちょっと細かく。マジで、うわ、くっさ。そしたら包んでいきますかね。はい、でこちら機械ね、便利グッズ、機械というかアイテムというか、乗せて、そんなにオープンと一緒に使ったの作った。こうして、そうなの、ね、こういうこと。うん、いきまーす。餃子、あ、やべ、出ちゃう。あ、大丈夫。いきまーす。はい、ぎゅっ、パン。おお、綺麗。あ、徳ちゃんの方が綺麗。両方一緒で、いや、上の方が。まあこんな感じでちょっとやっていきますかね。ちょっと、うん、水ここにある。あ、オッケー。完成。はい、はい、はい、あげていきます。これ使おうか、これ。オッケー。これに並べて、パパッと、ちょっと綺麗に、綺麗に。なんか、綺麗に入れると付き添えない。いや、逆にバーって言って、ね、したら、ほんとなるほど。こうかな。浮いてくるのかな。うん、多分こう、当て浮いてくる。当て浮いてくる。いいね、大量にできるけんいいよね。てか、同時にできるけんいいですよね、なんか。はい、オッケー。じゃあ、行きますよ。あれ、フライアウェイ、フライアウェイ。うわいいね、いいね。うわぁ、怖い、怖い、怖いよ、なんか。熱い。わあ、すごい便利ですよこれ。超便利。あちゃん、小さいのしかあるへんやんけ。小さいのしかあるへんやんけ。うわ、超便利これ。でもこれあれよね。揚げもわからんし、味もわからんから、一回味見せるといいもんね。そうね。うん、
そう、みんなに食べてもらうけんですね。そう、あの、まずいものは食べさせないよね。酢醤油とかいけない。そうね、ちょっと一回ね、しとかんとね、失礼やね。はい、ほい、これ多分ね、ここにこうかけたらほら、油が切れる。ああ、そういうこと。じゃあ、徳島市市市市うん、1個ね、半分に切って、そうね、中身をかね、うん、じゃあちょっと中身をね、上がってるかどうか1個チェックします。熱いない？熱い、いきますよ。えんでね、いいんじゃね。あ、しっかり取ってるよ。取ってる、うん、取ってますよ。ほら、ピンク色ではない。あ、取ってるね、取ってる。多分いただきます。はい、熱ない？熱ない？うまい、激激、うん、あっさりやね、うん、じゃあ、うん、まあこれはまた揚げるとして、うん、ラクレットチーズ OK、うん、ぶっかけよう、ぶっかけよう、うん、うまくねこれ。いただきます。じゃあいきますか。バーニング、バーニング、あ、バーニング俺しようかな。あ、オッケー、怖い。じゃあ徳ちゃん、しゃもじでビャービャーと。あ、オッケー、お願いしますね。ほら、あー、来た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 。パー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 、これ結構鮮度やったもんね、確かね。このでしたら全然取れんもんね。そう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 、結構焦げがね、うん、つくぐらいまでした方がずるっと抜ける。火止めて、火止めて。はい、行きます。はい、行ってらっしゃい。うわぁ、めっちゃ、待って、こっちが、いやいやいや、うわぁ、きたー。2回目が多分ドローってなりやすいと思う、ね、うん、よし、よし、よし、ちょっとつけて。オッケー、ごめんなさいね。よし、止めて。はい、ありがとうございます。はい、行ってらっしゃい。うわぁ、もう一回行く。また一発、あと一発言うときはね、行くか。よっしゃ、お願いします。はい、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 ラスト。あぁ、うわぁ、行ったね。オッケー、じゃ食べますか。食べましょう。ここで食べますかね。ここで食べます。ちょっと向こうのテーブルが使えないんで。おい、食べる前にもう一回溶かしていい？食べる前に棒腕溶かし、そういうことですよ、つまりは。オーケー、今がうまい、徳さん、今がうまい、きっと今がうまい、今。チーズにならタバスコ合うやん。あ、いいかもしれないです ね、 ね。それでは、いただきます。いただきます。あ、もう全然かかる。うわぁ、うわぁ、あ、やばか。いただきます。いただきます。あ、うまっ。合う、合うね、うん、うん、このカリカリとチーズがめちゃめちゃ合う。うん、めっちゃ合う。さっきつけた醤油も、うん、あー、あ、タバスコ、もう耐えるぐらいクリスピーピザ、うん、タバスコいただきます。うま、ん、う、うん、これだ、ピザやん、うん、うまい、これマグロうまい、癖になるね、うん、この餃子自体が結構あっさりめだから、うん、こってりのチーズがすげー合う、合う、うん、うまい。ちょっと一回閉めて、うん、みんなで食べましょうかね。はい、はいはい、ということで、はい、揚げ餃子に、ラクレットチーズぶっかけ、はい、最高でした。美味しい。まあラクレットがなくてもね、なんかチーズが、うん、あの、あのね、一回オーブンとか、裂けるチーズとかでも、裂けるチーズ、溶けるチーズ、うん、あんなでも全然合うと思うから、うん、ぜひめっちゃうまい、試してみてください。はい、以上でした。はい、ありがとうございます。揚げ餃子にありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣り岡ハウスはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
よろしくお願いします。